どうもグリズンです。それでは今回もやっていきたいと思います。今回は琵琶法師のクエストをやりたいと思います。火を集めてくれ。なんで火つけられないのか。火はつきそうか。残念ながらこの濡れた薪と凍えた手では。変わろう。これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に穂村天から城郭の山の峰ぞ落ちけるに、由々しき者の父城郭の崖を登りて穂村包みし岩尾を見いずる。刃で穂村振らるれば、穂村は鋼包めども、おぬがみはこともなし。案じいだしたるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国、これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふ民に恐るるなかれと説き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふこれを隠さず望む者に伝えり、師から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技を継ぎ、対馬の民をなで斬りに。されど噂の聞こゆるは城郭山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。お主、話の真偽を知るために山を登るのか。めっそうもない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで、光栄死んでおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。ついに来ましたね、刀をファイヤーする技。さあ行きましょう。向かうのはあっちの方かな。どこまで行くんだろう。なんかね、ある程度進むとこっちの方にね、あの寒くて体力がどんどんね減っていくんですよね。この上行かないとダメ。で、焚き火がある場所が必要だみたいなことをジンが言うんですよね。矢がある。だ、僕が歩いてたとこには焚き火とかそういうのはなかったので、ただなんかこのイベント寒いな。なんかいるな。はい、体を温めねば。そう、こうやってね言うんですよ。で、視界もねどんどんこう、あ、この上にある。このままでは凍える。ちょっと待ってね、急がないと。犬登れないでしょ、この上。よしよしよし、掘れましたね。犬も来るか。犬はどこにいる。あ、この下にいるのか。
回復はしないんだね。体力はこれ以上減ることはないんだけど、回復もしないと。これどこに向かうの？あ、次の場所あそこですね。だから焚き火がある場所を目指していけばいいんだね。どんどん結構急ぎで行かないと。温めねば。ちょっと待ってね、あの視界がこのままでは凍える。視界が悪くてね登るとこがわからんのです。あ、これか。あ、違う違う。よしよしよし。で、次は？ちょ、回復させよう。次の焚き火が見えないですね。っていうことはもう近いのかな。なんか洞窟かなんかに入るか。あそこに犬がいる。方角はあっちの方か。寒いな。よしよし。ああ、すげえいっぱいいるな犬。かじかんできた。ちょっと温まってから行こう。多分あっちの方ですよね。ワンちゃんがいっぱいいたから。見てくださいよ、このマスク。多分これ猿ですよね。なんかたまたまね、ブラブラしてたら見つけたんですよね。これ面白いなと思って。ただこれ、マスクはね、ムービーに入ると外しちゃうんですよね、いつも。なのでムービーでは見ることはできないんですけどさあ、じゃあ行きましょうか。あれ、まだいたの？燃えてきた。うわ、早いな。さすがにこの上はこれ、これないだろ。温めねば。あ、人がいましたね。もうダメだ。さあ、木のそばへ来てください。話す。助かった。お主は無事か？心は擦り切れましたかね。険しい山であるからな。頂には何を望むのだ？答え、権力、何でもいい。火の剣ならばこの寒さもしのげましょう。そうであろう。あなたなら登りきれそうだ。どうかお達者で。この人、この格好じゃ寒いよね、絶対。まだジンの方がね、この服装の。ああ、誰か死んでますね、この人も。上を目指してたんでしょうかね。どこ行けばいいの？こっちもなんか行けそうな感じだけど。あ、なんか建物が。早く体を温めねば。こっちなのかな。このままでは凍える。ちょっと待って。え、よく見えない。急がないと。旅があった。火をつけよう。早くつけ。これでまた進めそうだ。うん、
回復もしてくれたらいいんだけどね。自生の管、山に負けたか。よし行こう。え、あ、こっちか。次の寒いな。焚き火はありましたね。急げ急げ。火事ができた。あの焚き火までたどり着ければ火はないのか。あ、違う。早く早く。ついてくれ。これほど寒いとも。頂上まで行くのかな。いただきは寸前だぞ。この人が書いたのかな。目指すはこっちか。寒いな。早く体を温めねば。あ、違う違う違う。このままでは凍える。やばいやばい、急がないと。おお、なんでクマがいるんだ。これ倒すと気力が回復する。ちょっと待って、回復してないな。ちょっと待って、どこ、こっちか。あ、なんかある。かような地に道場。あ、誰かいますね。よくぞいらした。おつらかったでしょう。酒井陣だ。よもやここに人がおるとは。頂に着いたのはあなたが初。ホムラの剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが。それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすれば穂村の剣を伝授いたしましょう。小石？あー、あっちか。この上は大丈夫ですね。さあさあ、剣を交えれば技を得得できる。もちろんこの人の刀は燃えるんでしょうね。厄介ですね。かわしていかないとダメですね。普通の防御じゃ多分燃えてしまうから。さあ行きましょう。あー、燃えたな。やっぱホムラの剣を侮ってはなりません。あ、また燃えた。結構減るね。消えるまで待つしかない。さあ
その石を太刀に打ちつけてください。おお、燃えた。立ちなさい。炎に身を捧げるのです。あ、ダメなんだね。ちょっと今試しにね、自分も刀が燃えてる場合防御できるのかを確認したんですけど、防御はできないですね。自分も燃えてて、とりあえず向こうが刀が燃えてるときはどんどんかわしていくしかない。あ、よし、消えた。来い。あ、また燃やすか。うん、あーやばいやばい。あー、もうこれダメかも。あーダメ。天気が変わりましたね。気がしない。もし、ホムラの剣を侮ってはなりません。ほら。さあ、その石を太刀に打ちつけてください。立ちなさい。炎に身を捧げるのです。いいね。あ、すいません。あー、やばい。もうちょっとだったのにな。ちょうどね、刀を燃やそうとしたら。剣を侮ってはなりません。さあ、その石を太刀に打ちつけてください。
立ちなさい。炎に身を捧げるのです。そう、お嬢。よし、さてここまでといたしましょう。そうか、殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりませんぞ。ありがとうございました。あー、そういうこと。ここで切り替えるんだ。ただこれ回数っていうのはどういうふうに、石を拾わなきゃいけないってこと？あ、こっから降りられるんですね。あ、すっかり天気が良くなりましたね。この上にね、お地蔵さんが見えたんですけど、この上どうやって行くの？ちょっとこの中探索しようか。いかがなされた、坂井殿。あ、話せる。なぜここに道場が建てられた？先祖代々ここで修練を積むのです。俗世から離れたこの地で。お主もか。私はここに暮らし教えを伝えております。いつか次の者が現れましょう。なんか喋り方とかがね、マイペースな感じがしますね。この上は何だろう。から外に出れますね。こっからお地蔵さんのとこ行けるかな。こっから行ける？お。お、行けた。お辞儀するとなんかあるかな。特に何も起きませんでしたね。わあ、綺麗ですね。これちょうどお辞儀を、あ、違う違う、方向が違う。いや、もうちょっとこう正面からしてほしいんだけど。あ、ちょっと早かったかな。なんかお辞儀してる感じじゃないよね。なんかこう、ん？って見てる感じですよね。普通の方がいいか。すごい、いい絵ですねこれね。これで いいね、いいじゃないですか。ちょっと遊んでしまいました。こっちからもなんか降りられそうですね。
じゃあ降りましょうか。ビワ法師はまだいますね。話すのか、もう一回。よくぞご無事で。命を落としかけたが、ホムラの剣得得したぞ。火は操れるものではありません。何とぞ怨霊を焼かれませぬように。炎に包まれるのは猛虎のみだ。これ決闘の時は使えるのかな。おお、なんか手に入れた。どんな感じだろう。すごいね、なんか魔女みたい。じゃあこれに しようか。これ色変えられたらいいな。色は変えられないのかな。ちょっと見てみようか、これも。おお、めちゃめちゃ目立つね。これにしよう。でもこうやって見るとそんなにさっきみたいな黄色ではないね。オレンジって感じだね。だいぶあれだね、ジンさんも独特な感じになってきたね。とりあえず今回この辺にしましょうかね。そう、でもスキルとかも、こっちか。もう全部取っちゃったんで、取ってないな。まだここ残ってますね。ただもうスキルが入ってこないんですよね。さあ、じゃあ今回この辺にしましょう。またね、よかったら見てください。お疲れ様でした。バイバイ。